名和駅は愛知県東海市名和町4番割にある名鉄とこなめ線の駅である。駅番号は TA06。6両編成対応の相対式2面2線ホームの公開駅で駅員無配置駅である。駅集中管理システムが導入されている。自動券売機、自動改札機、自動生産機、エレベーターを備える。駅前にはロータリーがあり。 綺麗に整備されているが停車する列車は、普通列車のみで、準急・急行等の優等列車の特別停車は一本も、ないが、2013年11月10日には、名鉄ハイキング、ガスエネルギー館と、食肉、柿市場祭り2013コースで、こうは、内海域の特急列車が、臨時停車した。また、当駅の大高和駅寄りの線路は、 半径260メートルで大きくカーブしており、ミュースカイは時速70キロメートル、それ以外の列車は時速65キロメートルの速度制限がかかる。このカーブは以前は時速60キロメートルの速度制限であったが、空港線開業に際して曲線改良等が行われ、制限速度がやや引き上げられた。東海市の統計、 移動等円滑化取り組み報告書によると、近年の1日平均上降人員は、下表の通りである。名古屋鉄道広報宣で演名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、340ページ。下り新線を使用名鉄とこなめ線の、立体交差切り替え。交通新聞、P1、上り線も明日から使用名古屋鉄道とこなめ線、柴田。 呪楽園間立体交差。交通新聞。P1。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年。1044ページ。床滑船縄駅の新駅舎使用開始。交通新聞。P1。寺田雄一。海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年。256ページ。 ISBN 978から47億7701万 3364SF カードシステムトランパス導入路線図名古屋鉄道2004年12月24日 AB 縄路線一覧名古屋鉄道2021年10月3日閲覧電気車研究会鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月 臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 東海市の統計東海市、移動等円滑化取り組み計画書、報告書名古屋鉄道縄村駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。